今完全におっぷくさんが巻き込まれて、ああ、うわー、雪やコンコ、あられやコンコ、降っても降ってもマグマにドーン。どうなってんの、なにクパ軍隊、第64回ドキドキクイズ大会、よいしょー。なんかしようとしたんだけど、ちょっと待って、あれ、まあいいや、ちょっと忘れたからちょっと思い出すまで話し変えていこう。ん、くん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 、おいしそうな匂いがする。ねえ、マリオ、何かいいもの持ってるんじゃない？食べてみたいよね。何を持ってるの？え、何？ああ、そういうこと？食べ物、あ、じゃあどうしよう。キノコソテーとかあげちゃう？どうぞ。キノコソテー。ありがとう。おいしそうだな。ああ、俺にこれあげるよ。何？私だけは知ってる秘密の場所があるんで、おいしいよ。メロン！え、メロンじゃん。え、メロンじゃん。え、メロンじゃん。え、え、秘密の場所どこ？メロン、HP15。教えてよ。いや、もうケーキ渡せません。美味しい料理待ってる。え？え、何それ？あ、失敗料理、あ、渡せるのかな？ちょっと気になる。何か。はい？早速何かある。あ、待ってよ。いいね。あの人、あの人、奥のあの人、奥の細道、あの人、フラワーさんか。ちょ、フラワーさんにも話しかけないと。あ、これじゃん、飛んできた宝箱。うるせえな俺。ずっと俺うるせえな。よいしょ。おい、え、はい、ん、何、はい、パカリ、火山の宝箱とグッズ、壺？何壺？え、壺？何？グズグズガザンの宝物。いや、そんだけか、マジか、そうか。よいしょ。ん？はいよ。あ、チャース。よう、こんにちは、元気かい？え、俺の種が欲しいのかい？あれや、しまった、ついさっきチャールズ？おう。すまねえな、俺は気前がいいから何度も負けちゃうもんだからね。え、そんだけ。ああ、なるほど、宝と交換か。おい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 、ワンピースかよ。チャールズはどこにいる、こういう具合にしやしゃんせ。チャールズセーフ。うわー、もう無言で宝狙ってんじゃん、もう。もう、なんなんこの、いや、私からは何も要求してませんよの顔。うわ、腹立つわ。腹立つわ。はい。おお、マリ君、これお宝じゃないか。一体どこでどうやって。いや、それより、これを私にくれるというのかね。うんうん。くれるのかね、本当にいいのかね。君は、本当に素晴らしい。ありがとう、マリオ君。そうだ、マリオ君、俺にこれをあげよう。いや、普通に考えたらさ、10日交換じゃないからね、種って。あんたもたまたまもらっただけでしょ。ジャングル探検中にフラワーさんからもらったんだよ。何やら貴重な種らしいのだがね、私にとっては興味がないものでね。いや、お宝が手に入っても、これでこの島に思い残すことはない。素晴らしい探検であった。これは考古学の歴史に残るであろう。さあ、マリオ君、キノコタウンに帰ろうではないか。なんだこいつ。ちょ、とりあえずおっさんに話そう。いやいやいや、マリオ君、君が来るの待っていたよ。さあ一緒に帰ろうではないか。じゃあ一応これ乗るか。ドカンでもよかったんだけどね。あれ、どうだったっけ、フレッシュジュースだったっけ。素晴らしい冒険だった。さらばジャンボルト、また会おう。え、これってさ、ここに残しておくこともできるのか。で、このチャールズはここに残しておくこともできるのか。だよね、そう、果物系ね、大体ジュースにされるんだよね。そう。だからなんか、その果物系って持っていった甲斐がないというかね。うん。なんでチャールズが先頭やねん。いやー、のどかでいいな。もうコアッパも追いかけてこないし。いやー。
こんなに水の音しかしない。しょ、いい、おい、おいよ。フィーやったと違ったらマグロの魚に乗ってるのも疲れるものだね。マグロじゃないって。今回はマリオくんにお世話になりっぱなしだったね。いや、ありがとう。私はとりあえずノコノコ村に帰ることにするよ。妻も待ってるだろうしね。あ、帰るんだ。またどこかで会えるかもしれない。ではごきげんよう。あ、じゃあノコノコ村行ってみようぜ。ノコノコ村行ってみよう、やってみようじゃん。ほえ、ケムッソーみたいな名前のやつ。なんだっけ、こいつ。こいつ。なんだっけ、名前。なんだっけ。あれ、じゃあ、こ、ん、こうして、こうして、こうして、こうか。よいしょ。釣り人がどんどん魚を釣ってるみたいだな。オラがいなくなっても全然虫ダベー。オラがいなくなっても全然虫ダベーっていうね。おもろい。そう、ケムシみたいな名前だ。マリオさん、お花のお世話をしてるリップちゃんがマリオ探してましたよ。なるほどね。花をプレゼントしたりすると喜んでもらえるんじゃないか。そうそう、花だよね。自分が気持ちを伝えたくて、だだだだだってね。あれ？あ！あれ？おい！クリア元気そうでよかったわ。マリオさんの冒険をお邪魔してはいけませんよ。邪魔なんてしないよ。オイラのおかげでマリオすっごく助かってるぜ。実際マジでそう。まあまあ、うちのクリアそんなに役に立ちますか。嬉しいわ。おじいちゃんやパパにも教えてあげなくちゃ。マリオさんもそのうちまた私たちの家に遊びに来てくださいね。やめてよ、ママ恥ずかしいからさ。オイラもう子供じゃないんだからな。何言ってんの？とってもいいことでしょ。本当にも、親はいつでも子供のことを心配しているのよ。チェー、オイラのことすぐ子供扱いするんだから。いやいや、お兄ちゃん怒られてるの。うるさいぞ。いや、お兄ちゃんいじめるよ。いいですな。なるほどね。とりあえず亀木とかに書いといて。マママリーさん、またお会いできて嬉しいわ。今日お買い物来たんですよ。クリムラがここまで来るのは大変でしたよね。あ、戦ってきたのかな。でもちょうどよかった。クリオに会えるかなと思ってたんですよ。あ、なので、それでクリオと話したからもう OK だよ、とか。いいね。そういうね、家族の、なんか、こうだっけ？キノコワールドのどこかでお化けのように大きくて怖い花がいたって本当？マリオさんがやっつけたのよね。あ、そうそう、火山のところね、やっつけたよ。うん。はって怖いんだね。リップちゃんが育ててる花もいつかお化けみたいになるの？どうかな？そんなことないよね。この木のさん、パレッタです。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。ガサゴソガサゴソ。ほーい。確かにお届けしました。ありがとうございました。思ったよりずっと早かったな。チビヨッシーって割とマメだよね。結構長い手紙が来るんだ。なんだか楽しいことが増えてるみたいで羨ましいや。また返事を書かなきゃね。何を書こうかな。そうだな。あとでゆっくり考えようぜ。ところで、パタパタおじさんにお願いがあるんだけど、ですが、この手紙を届けてほしいんだ。なんか、丁寧語と、なんか、タメ口が混ざってんの。星の生まれる谷ってところにいる、キタピオおじさん。あ、キタピオ！はいはい、キタピオ。僕のおじさんなんだけど、いつも星の子の世話をしていて追っかけたりもして大変そうなんだ。いつも来る手紙に書いてあるんだ。それで励ましの手紙を書いていたんだよ。というわけでよろしくね。わー、これしばらく渡せそうにないですね。なるほどね。じゃあ久々に豚さんやってみる？ブー。ガチャコン。あー、なに？汚ね。汚ねって言ったらあれか。で、これをハンマーで割ると？あー、通常豚か。白ブーブーさん、真っ白でビューティフォー。そういうこと？じゃあちょっとやってみようか。じゃあガチャコーンと。よいしょ。はい。あ、肌部分。あ、え、アイテムを出して？え、あ、消えちゃう消えちゃう消えちゃう。あ、消えちゃう。あ、消えちゃった。
これあれか、だからレア度の高いブーブーさん消えると、レア度の高いアイテムが出てくるってことちゃうん、これ。10コインで、ガチャで。うわ、アイテムガチャじゃん、つまりこれ。そういうことか。へえ、面白いな。ガチャじゃん。え、でマジガチャじゃん。なんかすごいの出てきた。雷のやつはいいけど。これどうやって中に入るの？中に入ったら消えちゃうみたいな。あ、これこっから中に入るみたいなこと？あ、ぜひ逃げちゃう、ぜひ逃げちゃう、アイテム取れ、アイテム、そうだ、ぜひ逃げちゃう、ぜひ逃げちゃうのか。雷ドッカーのためにぜひ逃げちゃった。うわ、さっきのなんかすごい素敵な夜みたいな、素敵な夜みたいなやついなくなっちゃった。あー、うわ、これ損した。うわー、やっちまったー。そういうことね。そういうことね。うわー、また金貯めなくちゃいけない。お金貯めれるとこなんかないよ。どうしよう。やるか。おい。マリさん、ゴールドカードをお持ちですね。では、叩いて、ポンの風呂へ行けるドカンを出しましょう。はいよ。で、前は、なんかシルバーカードでブロック、なんちゃらやったけど、今回はゴールドカードがあるから、叩いて、ポンだよ。行ってみましょう。え、何広っ、広っ、何ここ、え、広っ、出す。叩いて、ポンのルール。ゲームがスタートすると、ブロックが出現します。ブロックをハンマー叩くと中身が出てきます。制限時間内にこのピンチのパネルを10枚やすとクリア。チョロモンやボムヘが入っているブロックを叩くと少しの間動けなくなってしまいます。制限時間30秒、ワンプレイ10コインです。なるほどな。ワンプレイ10コインな。OK。で、30秒しかないでしょ ?30 秒を、だからどんどんなんか時間を、広いなぁ。どんどん叩いて、P チームを10枚出しゃいいってことね。だから3秒に1枚 P チームを出しゃいいってことね。OK。はいはいはい。もうさっき読んだ、さっき読んだ。OK。やってやろうじゃないの。ピーチマネージ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 んで、あとこれ？ん、どれどれ？ちょ、待って、これはか。どれ？どれーどれ？終了！残り1枚やった！あー、でもヒント出るのね。オッケーオッケーオッケー。ヒント出るやったら分かった。オッケーオッケー。任せろ任せろ。オッケー、いくぜ。ヒント出るやったら余裕でしょ。まずはこれ。叩き出す一番だるいな。にゃー、あ、これ、こうじゃなかったっけ、な、にゃーはあ、ちょっと全然ダメだった。ちょっと待って、ちょっと、これ意外と難しいかもしれん。ポン。あ、やばい、全然ダメ。うわ、全然ダメ。うわ、なあ、全然無理。これ、うふふふふ。あと、あと、どれか出て、お願い、どれか出て、お願い、どれか出て、どれか出て、どれか出て、どれか、にゃあー、でも、いい攻略法かもしれん。手前のやつ潰しながら、あの、写真が出てくるの待つ。いい方法かもしれん。最悪、ちょっと待って、で、これで、これと、これと、これだよな。で、ぴょんって出る、ぴょんって出る。これ、あ、ちょうどいい。で、これ、ん？これと、これと、これ、で、これと、これ！やったー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 ！2.1 秒残し！よっしゃー！やったぜ！来たー！ゲームクリアですぞ！
見て、ちょっと待って、え、あ、厳しい、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、残りタイム 2.1 秒で21枚ゲットなの、厳しすぎません、え、渋すぎるじゃん、こんなん、こんなん渋すぎるじゃん、全然儲からへんわこれ。だって10秒残しぐらいまでいかないと100、二度と来ねえよこんなバカ野郎。え、ゴールドカードの方がきついんだけど。え、めちゃめちゃきついじゃん。毎度。お、なんだ？ハンマーチャージ S。スーパー、あ、ハンマーの攻撃が3アップする。ちょっとこれは、買っとくか。今お金あるしね。うん。BP2、オッケー。買う。売ってる場所で言うからちょいちょい、ちょいちょい見に来る、ありがとう。ポストオフィス。お手紙拝見。うん。はいはいはい。どうやって読みますかな。え、あ、みんな届いてんの？え、めっちゃ届いてんじゃん。じゃあ、クリオ。クリパパ、あ、クリパパからだ。お父さんなんて？全力、クリオ元気か？パパたちは元気でやってるぞ。お前だけで物知りはきっとマリオさんの役に立っていることだろう。うん、本当に立ってる。お前もたまには顔見せなさい。元気で頑張れ。応援してるぞ。あ、パパー、ありがとう、パパ。次、ピンキー。ブルース？あ、あれか、カメキの家に勝手に住んでる人。騒音でうるさかった、ブルース。ピンキー！早く僕のところに帰ってくる、ボブ。のこのこ村で待ってる、ボブ。ずっとずっと好きなんだ、ボブ。一度や二度嫌いだと言われても、僕の気持ちは変われない、ボブ。この思いを熱い爆発で表すから、早く帰ってくる、ボブ。デューコボー。僕の愛の爆発を見てほしい、ボブ。愛しい、ピンキーへ、ブチ傍観。ね。怖いね。怖いね、ほんとに。じゃあ、レサレサ、行きましょう。セバスチャン。はい、どうぞ。全力、レサレサお嬢様。どうか早くお帰りくださいまし。お嬢様が危険な目に遭っておられるのではないかと、そんなお姿ばかりが目に浮かび、毎日心配で心配で眠ることさえできません。あの時お嬢様が何とおっしゃられようとも、ついていけばよかったと、今更ながら後悔しております。ですから、お嬢様の安全を皆で星に願いながらお帰りをお待ちしております。どうかご無事で。ね、セバスチャンはいいよね。セバスチャンいい子だよね。で、アカリン。あれ、アカリン？ケムシのケムケム誰？ケムシのケムケムって誰よ？アカリンへ。無事に逃げ延びているオイラは生きていくと決めたっぺ。おめえとおめえの連れには、感謝してるけど、あ、なまってたね。感謝してるけど、本当に小手紙を感謝状に書いて送るべ。でも、見かけでもそっとしといてくれ。元気でな。ケムシのケムケム。これ、あれかな？クジラの中で、食われてたあの、ケムシのことかな？餌になってた。かな？ケムシのケムケム。ケムシのケムケム。ヘムヘムヘム。ほんで、やっぱチェックしなきゃいけないのは、ここだよね。キノクタウンニュース。ポカポカロード、ゼニノコが当選簿する。あら。のこのこ村へ向かうポカポカロードに少し前から行く手を遮るのこのこが現れました。ゼニノコと名乗るのこのこは、コインを要求し、出さない場合は当選もします。無理に通ろうとしてもその大きな体が壁となる上、力ねじ伏せられて通れません。なるべく早く対策を考える必要があります。のこのこ村に行く際には注意するとともにコインを用意していきましょう。あ、結構使っちゃったな。マジで。怒りのお便りコーナー。この間、ピーチ姫の写真を通販で買ってみたんだがよ、ひでえのなんのってさ、いや、ボケボケのやっとわかるかなーってピンボケ写真をたった3枚で100コインで掴まされたのぜ。ちっくしょう、俺の100コイン返せ詐欺野郎めピーチの大ファンというね。100コインも出してね、ピーチのやつを買ったんだね。で、その銭の子のせいで帰れないから、コインと困ってるわけ？この先のポカポカロードで銭の子というやつが道を通せんぼしてるのだよ。
しかし奴はやたらめったら強いみたいだ。まったく困ったものだよ。仕方がないからなんとかのこのこ村に帰ることのできる抜け道でも探すとするかな。ああ、なるほどね。それであの土管のやつが必須になるということね。じゃあちょっとゼギの子さん見てみきましょうか。ゼギの子さんいる？いや、思ったよりでかい！ちょっと待ちやんさん。ええ天気でおますな。わいはゼギの子っちゅうもんですわ。どうかちょっとお見知りおき。あ、どうもどうも。え、ここ取るで100コイン払ってもらいましょうか。払わんちゅうねったら通さへんで。でもなんかゼギゼギゼギですせ。いや、払いませんよ、そんなの。ならここは通さへんな。さっさと引き返しな、払え。ちょ、戦ってみる？じゃあ、ちょっと戦ってみましょうか。こんにちは。やっぱコインハロキーだったのか。いいや、戦いますね。アンさん、ワイとやる気でっか。せやけど、多分ワイがアンさんボコボコにしますぜ。はっきり言ってワイはめちゃめちゃ強いでっからな。それでも戦っていいんか。戦いましょうよ、そんなの。そこまでやったら仕方ありませんな。ちょっと痛いようにやってもらいましょうか。っおっしゃ。じゃあ、来るよ。物知りちょっと見せてくれ。ゼギの子だよ。とっても画面ついたやつみたいだね。いや、ほんとね、亀が画面ついたやつですよね。うん。体力 70、攻撃力 10! 防御力 6?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  時々甲羅で俺たちを踏み潰す攻撃をしてくるね。甲羅での攻撃は3だよ。この攻撃は後ろにいる俺たちもやられちゃうからうまく防御してね。どうにかひっくり返しちゃえばあいつの防御力が下がるか攻撃のチャンスなんだけど、こいつひっくり返った状態から起き上がるときそのまま攻撃してくるんだ。それにしてもでっかいノコノコね。何で昔はノコノコに住んでいたんだって。え？でもジャンプでひっくり返るのかな。ジャンプでひっくり返るのかな。じゃあ一回ジャンプしてみるか。あ、ひっくり返った。よっしゃ。こうなったらこっちのもんだ。また起き上がりで攻撃してくる。ナイスで Q! ちょっと待ってよ。じゃあ、待ってよ。ちょっと待って。じゃあ、おんはんおええちょっと待って。どれがいいどれがいいちょっと待って。待って、一番攻撃力出すやつ誰だ。一番攻撃力出すやつ誰だ。クリオ？クリオ？いや、これクリアありかもしんないな。だからクリオでひっくり返して、クリオでひっくり返してマリオの連続ジャンプか。ほんでマリオさんで連続ジャンプいくぜ。決めるぜ。くるん。あら、そっか、6だから何をしても意味がないのか。そっかそっか。ハッピー。言うてる場合か。ちょっと待って。待ってよ。ハンマー、ハンマーだったらいけた？ハンマーだったらいけたかな？ハンマーだったらいけた？ちょっと待ってよ。いやでもクリオでひっくり返すのマジでありやと思う。クリオでひっくり返すのマジでありだと思います。で、ハンマーで、いや、これこそ、いやいや、でも、行こう。な、に、ぬ、ね、7。え、これをあと10回選ぶでしょ？ 10 回これあと10回キャーッね、寝てくれる？ちょ、寝てくれるやつない？寝てくれるやつない？寝てくれるやつないかな？ストップ、ストップウォッチー！初めて使った。え、ね、この、昔のドラえもんの、なんだっけ、あれ行くときの、それ。ちょっと待って、これで、で、技で、発電パワーを、おマリオさんに
こうね。で、待てよ。え、これ、え、ハンマー？いや、ハンマー、これジャンプ？ハンマー？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 ジャンプひっくり返す？ジャンプひっくり返す？このターン起き上がらないから。待って、待って、しびれフラッシュ。しびれフラッシュする？あ、効かないんだ。ごめんなさい。すいませんでした。効かないなら効かないって言ってください。で、じゃあ、マリオのハンマーで。ちょっと待ってよ。こうなったら普通にビリビリアタックする。明る5。おはよう。待って、はい。